ソーソース醤油。キャンピングカーを横転させて、4人を殺しかけたウルトラシーのドジっ子。みんなには怪我をさせたが、自分は無傷で済んだラッキーボーイ。ソタコンクラゲ。なぜかスタンガンを持参して空港で軽く止められた、ちょっぴり勢い任せのドジっ子。事故でメガネが壊れちゃったけど、おしゃれなメガネを新調できました。しもやか。全身青あざだらけの大怪我で旅行中ずっと痛かったけど、せっかくの旅行なので我慢し続けたけなげなおじさん。北海道の猛暑にサンダル大勝利と宣言していたが、そのせいで足の裏を切っちゃったちょっぴり残念なドジっ子。コウノスケ。ジャンプギガに読み切り掲載もした一流の漫画家。頭にホッチキスを刺すとほぼな旅行になっちゃった。帰りの飛行機がメンバーの中で一番遅い便なのに、なぜか乗り遅れた一流のドジっ子。すごいゾリ祭り。夜勤明けで行きの便に乗り遅れたおかげで、頭から乳酸菌飲料をかぶっちゃったちょっぴりバッドラックなドジっ子。乗車30分でキャンピングカーの旅が終わっちゃった。タケッチ。遅れて参戦した元係長。休みが取れずに、初日の夜から遅れて参加する残念な予定だったが、大事故を起こした連絡を受け、ウキウキで合流した。口癖は違うんです、違うんです。出てよかった。いやー、美味しい。最高ですね、山の中で。おはようございます。おはようございます。三泊四日キャンプの旅。イエーイ。始まりましたよ。だからキャンピングカーを借りに行きましょう。オッケー。何コマ持ってスキー場があるとか。モモタロウ電鉄行ったことあるモモタロウ電鉄で。桃鉄やったことないお前、はい、マジやるか今から今からいいね今から桃鉄やってないプレス2と桃鉄を買ってあの車内にテレビやるからあ、そうなんやキャンピングカーの車内でずっと桃鉄やってればええんちゃうか北海道の地形が分かるからすごいいいんじゃないか来るわけお前やすぐ覚えるでほんまやめてほしいわこれで歩くんこれなんでなこれで飛行機乗ってるっていうのがもう怖いわ。旅行よくそのまま真面目な集まりで、だって出てきたのタブついてるとあのミーンって言うよ。赤いメールみたいなところが困ってる。でも不老者やでほんま。ヨレヨレの T シャツ着て。旅行に来た人とは思えないよ。プロセスタイルで今日、ね。地元の人だろ。いや、まあ別にさ、うん、お二人とも何アニメキャラクターもどうなんてドラムだけどね。えなんで？ドクタースランプとバットバツ丸やで自分で写してみる。えバットバツ丸くんの何がわかんねんな。かわいいやんか。30超えてあられちゃんとバツ丸はちょっと厳しいもんな。まあ、これこういう時しか俺切れへんねんこれ。まあまあな。奥さんになこれ切るのやめてって言われてるからな。これ言われてるやん。言われてるからやだからこういうお前らと会う時しかな切れへんねや。お
前の T シャツもなんかあのゲット151っつったら俺らがオリジナルで作った T シャツじゃないか。そうだよ。めっちゃダサいやん。そうだよ。なんでこういう時にこういうの着てくるべきだろ。俺チラッとタンスの中で見つけてんけど、うん、やめた。そのままそっと閉じたで。ああ。いやしかし牧場が近いせいかすげえ臭いな。あ臭くっせえな。あ臭いな。牧場みたいな匂いするわ。うん。牧場みたいな匂いする。こんな匂いがこれから先ガンガン出てくるわけだから。でも昨日のお前とかこんな匂いしとったけど。マジで？うん。牧場に行ってたのかな。牧場で育ったお前。ちょっとごめん、俺昨日言ってなかったけど、うん、あのポケットの中にうんこ入れてて。その やめろやお前。周りの人にめちゃ迷惑やんけ。その匂いだと思うんだよな。あここだ。おはようございます。おはようございます。わあすげえ。すごいでっか。どうなっちゃうってんのよ。すげえ。おーイエーイ。よっしゃー行くぞ。誰も助手席乗ってくれへん。うそやろ。やだ、助手席乗るの。やっぱこの家広いからね、わざわざ助手席乗る必要ない。こっちの方がええわ。暑いな。暑いな、しかしゆっくりいいから、ね、大丈夫ほんと、そいちゃん。何がディーゼル車とかって言ったぞ。ディーゼル車やね、俺初めて運転するよ、こんなん。俺もよ。トラック改造したっつってたからさ。怖いよ。俺トラックなんか運転したことないで。でも昨日そいつは温泉で俺子供をトラックで送り迎えしてるって言ってたけど、それ嘘のやつやん。あ、嘘のやつやったん。わかるやん、そんなの。こわ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 。ゆっくりな、そいつ。おーほほほほー。おーおーおーい。ブレーキをかかれることかわかんねんだろうな、これ。さあ、長旅が始まりますよ、ついに。いいよ、そいちゃん、いいよ。はい、第一歩目の行動行くよ。ゆっくりでいいよ、そいちゃん。全然いいよ。おー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 。すごそうだな、これ。おーおーおー。怖いですよ。怖いね。わかる、うわ。うにうにうなってる。あ、全然でも。おー、いいやいいや。どう感触どうな。まだなあれやから分からんけど、いい感じいい感じ。いいやいいやん。それぞれ何キロ出てんの今。まもなく左方向です。どこや、あれか、あの信号か。うわ、オープンカーあるやん、いいなあ。っち乗りたい。うせえ、キャンピングカー乗り始めて違う車に浮気する。乗りたいよ。ここ左か、それぞ。うん、この信号を左です。わかりやすくていいわ。うわ、ちょっともう左とかちょっと見ていてほしいわ、助手席で。車幅がわからんわ。おいおいおい、怖い怖い怖い。おっかなびっくりアクセルが怖いよ。これでも慣れてきたらなくなるから。もうカーブ怖いわ。そっち見れへんのやろ別に。まもなく車幅とかを左方向です。助手席乗れや。左方向です。助手席乗ったとこでわしらなんて何もせんこと知ってるやろ。いやいや、ちょっと左見といて。危ない危ないとか言ってくれるやん。この信号を。ああ、ぶつかっちゃったにはなる。うわ、ブレーキ効きにく。うわ、ブレーキすごい。怖い、これブレーキ怖いな。なんかこうなりそうじゃない。うわ、急ブレーキ絶対ダメ。急ブレーキ絶対禁止。急ブレーキしようもんなら全部持ってかれるという後ろ。いや、これすごいわ。怖い。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は9分です。運転お疲れ様でした。次回は速度変化の少ない運転を心がけましょう。むずい。おい、指摘されてんぞ、それさ、ナビに。いや、もうそんなちゃうないやん。速度変化のない運転を心がけましょう。男爵行ってみよう。男爵が好きやん。北高井って有名だよ。北高井有名よな、うん、これにしようか。買い出し終了。今からお昼ご飯を食べに、うん、地元の回転寿司屋さんに。やったー。やったぜ。かっぱ寿司とかじゃない普通の回転寿司屋さんにね。お前が調べたやつな。そう、ホクホクまずかったらおごりな、お前の。ちょっと待てよ。あ、お茶入れてくれるっぽいぞ。そうそうそう、券渡したら。券どこや。
右左どっちや。とりあえず右行って左かな。もう通らないんじゃないですか。そうですね、シワシワだから通らないって言われて。いやもうパニクってるよ。パパのさんパニクってるよ。お前がシワシワにだからだろ。それそう。何シワシワにしてんだよ。手間かけさせんの駐車券が。だって3台もあるよ。いやいやいや、そういじゃん。緊急用電話を今かけようと思う。違った、くしゃくしゃとか関係なかった。あ、そうなんや。上がらないんだ。うん、あのなんか開いてないというか、あの入り口がパッて閉まってるんだ、カードを入れるところが。そうそう、お前がちょっと前に、そう、あ、本当だ、閉まってる。あ、いた、あ、いた。ちょっと待ってくれ。俺がもうちょい前に言ってばよかっただけや。すいません、どうもすいません。申し訳ないです。左やな、左やん。はいはい、大丈夫ですよ。歩行者も来てないよ、今のところ。来てるやんけ、思ってる。右をお前が見ろや。おじさん、場所が場所関係ないと思うけどねっつって。あんなになんかおじさんいろんなやつやってて気づかなかった、一回もなかったんだよね、あの状態で。だって渡されて俺ら待つやん、そりゃ渡したとこで。そこでセンサー反応しませんってマジ。おじさんの慌てっぷり面白かったな。もう緊急用の開け方わからない。よし、回転寿司行くぞ。イエーイ。食べに行こう、寿司食べに行こう、シャリ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 しか食べない、シャリ食べに行こう、糖質気にしない、シャリ食べに行こう、わさびもつけといて。あー、成功もあたりよ。行く、北海道にしかないっていう楽しみやな。どれや、ピーピーピー、どこ、するときの音を今日は思うやん。オッケー、到着到着。なんか銀製サーモン言うて良さそうやな。こんなちょっとぼちぼち食べてきます。いや、美味しかった。うまかったな。いや、やっぱ違うね。めちゃめちゃうまかったな。炙りチーズサーモン、うん、めっちゃ頼んだわ。俺4皿頼んだで。食べ過ぎや、お前。俺も 2,3 皿炙りチーズサーモンやった。そんな美味しかったんだ。俺は好きやったな。あんな合うかねっていう、一体になってくるっていう。あとあれか、空港行ってこのすけくんと岩切くんピックアップして向かうだけでしょ、ジンギスカンの会場に。はい、違います。え、問題発生です。マジ問題発生。岩切くん遅れます。嘘だろ。マジ渋滞で飛行機乗れんくて1時間かな便遅れるって言ってて。マジかよ。でどうするかっていう問題があって、うん、一つは岩切くんを置いていく。うん。置いていくってどこに。空港に置いてもうそのまま俺らは岩切くんを待たずに出発。うん、あー、ジンギスカンの会場までか。岩切くんどうすんの。キャンプ場まで岩切くんは歩くか電車。歩く歩いてたら岩切くん一生合流的なのは俺ら追い続けることになるだけだろ。多分まあ電車やな、電車。でもう一つは岩切くん待つ、うん、待って、ジンギスカンを諦めてキャンプ場に行くっていう。なるほどね。とめはあの俺らはキャンプ場でジンギスカン食う予定やったから。はいはい、そういうことか。いやどうする。岩切くんを待った場合俺らはチェックインの時間を過ぎるからめっちゃ怒られる。店の人に。そう、怒られるのだけは避けたいな。いや、怒られるか無理ですって言われる、入れないっていう。あ、となってくると本当にこのキャンプのキャンプ場で6人全員が寝るっていう、うん、そうですね。あの就寝可能人数5人のところで6人寝るっていう。なるほどね。いや、どうしよう。なんやろな。いや、確かに岩切くんには乗ってほしいよ、車にもね、うん、乗ってほしいし運転できる要因の方が増えた方がいいっていう風にはあるけれども、俺は店の人に絶対に怒られたくないよ。あ、でももうすぐこの隙間つくんじゃん。犯人つくっていうか、もう甘々と30分。じゃあ、岩切くんをどうするかっていう勝負をこの隙くんに決めてもらったのはどうだ。この隙くんが待つって言ったら岩切くん待つってことでいいのね。この隙くんに、この隙くん待つって言ったらこの隙くん一人置いて俺ら3人。
行くよ、まあ、それは電車で来てなっつって、待っといてくれやっつって、岩切くん巻き買ってんだよなんで巻き買ったのやろ気買ってんねんだよ、俺が頼んだからや岩切くん待つ、じゃあ、まあ、とりあえず電話か、とりあえず一回電話して、チェックインの時間がずらせなかったらもうや諦めるしかない、チェックインが別にいいんだったら窓や、あ、すいません、本日予約してた、なんて一応なんとか飛行機の便遅れてるって言ったら18時をちょっともうちょっと早くならないですかねって感じやった、どうするジンギスカン食えへんで、食べたかったらジンギスカン、岩切君待ったらジンギスカン食えへん、そんなにジンギスカンいるかって言われたら俺はめっちゃ欲しい、マジか、うんえ、岩切くん焼くか、もうそうな、こうなったら一部ぐらいさ、おおいいっすよ、でこらあいつしょうがないっすよ、もう僕遅れたんで、なんであいつ遅れたんだよ、もうしょうがないでしょ、しょうがないでしょ、しょうがないでしょ、いや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 、いや、いや、いいよ、じゃあここ、ここらいいよ、ここらいいよ、いや、食べよ、食べな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 よ、ちょっともうマジかよ。